もしかしたら辞めるかもな。え？和樹が死んでからずっとタイミング探してたんじゃねえの？そんな。俺たちだって同じだよ。お前一度も考えたことがないって言えるか？僕は和樹さんの夢を叶えたいと思ってずっとやってきました。そんなのみんな一緒だよ。でもな、できることとできないことってあんじゃん。会なんかな、バイトと練習でほとんど寝てないんだぜ。そこまでやってんのに届かないんだよ。届かないんだ。